どうも皆さんこんにちは、ガキカカです。はい、今回も GTA5 やっていきたいと思います。で、今回はですね、私ついにはい、もうね、家をね買っちゃったわけですね。はい、なんで今回はその家をちょっと紹介していきたいと思います。で、購入したのは、ここですね。このビルっていうかマンション、うん、ティンケルタワーズの42号室っていうとこをねちょっと買いました。いや、かなり高かったですねもう投げ出しの金っていうね、もうお金ないです。いや、でもね、ここをすごく気に入った理由をちょっと今からね、一緒に見に行きたいと思います。マイクよいしょ、こっから入りましょう。この高級マンション、いやー、いいですね。自分のマイホームをね持つっていうのは、うん、はい、来ましたね。はい、いらっしゃいませ。って、いきなりですね、もうクリスマス終わりましたけど、このクリスマスツリーがあるってね、うん、いや、このここの物件買ったポイントはもうね、今見えてると思うんですけど、ここの眺望がすっごいね綺麗なんでここにしました。どうですかこれ、すごく綺麗じゃないですか。もうこの景色がね、いろいろネットで調べて、まあ、景色で言うとここが一番いいんじゃないかという意見が多かったので、もう迷わずここにねもう即決して購入しましたね。いやー、綺麗ですね。もうゲームなんですけど、やっぱりすごく綺麗、この眺めはいいです。うん、いやー、ここのためにこの物件を買う方も結構いるんじゃないでしょうか。いや、いいですね、この物件で。ここに望遠鏡があるんで、ちょっと覗いてみようかな。ほら、この一望からね、望遠鏡を使っていろんなとこが見える。うん、ちょっと逆光で全然見えないですけどうん、いいですね。ほら、すごい、こんなとこまで見える、こんなとこまで見えるって言ってもなんもないですけどねうん、よし、なんでね、ちょっとここのね、夜景もすごく綺麗なんで、ちょっとね、夜景の方も見ていただきましょう。どうぞ。はい、これがですね、僕の物件の、夜のね景色になります。いやー、見ての通りかなりね、やっぱもうライトアップされててすごい綺麗だと思いますね。見晴らしもねやっぱりいいですし、やっぱプレイステーション4になってやっぱり遠くの描写がねすごく上がってるので、こういう夜景とかもやっぱすっごい綺麗ですね。うん、いやー、夜も大満足のね物件だと思います。で、望遠鏡を、覗くとですね、まあ、昼と同様何もないんですけど、やっぱすごくね、このライトアップされたこの摩天楼なのか分かんないですけど、うん、すごい細かくね作り込まれてるのがね分かると思います。うん、綺麗、みんな仕事してますね仕事してるか分かんないですけど、うん、遠くまで見渡すことができる望遠鏡で、まあ、夜見るとやっぱり昼とね違う街並みの顔があってすごく面白いですね。うん、そんなとこですね、夜の風景は。はい、ということで、昼に戻します。はい、夜景はいかがでした。いやー、結構やっぱり綺麗ですよね、夜景もここの物件は。はい、では、ちょっと早速、まあ部屋は多分一緒だと思うんですけど、ちょっと簡単に、見ていきたいと思います。まずここは書斎ですね。
うん、リアルディスプレイのパソコンとノートブックがありますね。ここは本棚、ギターが飾ってますね。うん、いや僕ギターとかできないんですけどねなんか僕手ちっちゃいんですけど、なんかね中学校の時の音楽の時間でギターをやるんですけど、手がちっちゃすぎて小指が弦に届かないっていうねそれ以外もうやってないですね。はい、次の部屋、ベッドルームもこれキングサイズですね。うん、でかいな、キングサイズ。僕結構隅っこで寝るの好きなんでね、キングサイズこんなでかかったらもう寝れない、逆にね不安で仕方ない。もうここが衣装室ですね。うん、おい、なんで女もんの服がある、おかしいな。女もんの衣装なんか買ってないぞ。ここにもある、あれ僕結婚してたかな、あれおかしいおかしい、誰だ前の人の前の人の息吹か。ここは、あ、ここはお風呂、お風呂とトイレですね。すごいな。あ、ここシャワールーム。うん、そうそうそう、シャワーも浴びれるっていうね。ちょっと浴びてみましょう、シャワー色白、すごいな。この男性がお風呂入ってて、これ何のサービスショットサービスでも何でもないわいやでも気持ちいいですよね、お風呂は。うん、でもやっぱアメリカの方はこれお風呂ぬくもらないのかな。この浴槽おかしいですよね。こんな長方形っていうか正方形のお風呂あんま日本ではないな、入りにくいわちょっと浅いし、しかもすごいね。いやでも細かいとこまでねしっかり作られてるんで、いやすごいと思います。いやあとはここは多分入れないと、うん、めっちゃ気になるこの部屋なんで入れないの、何があるのこの先にいや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 、あとはキッチン、いや景色ほんまにいいですね。ここすごい、この眺め。ここは包丁キッチンですね。冷蔵庫はないの。ここで高級ワインを飲むっていうね、景色を見ながら。うん、ガブ飲み投げかガブ飲み今うんうんって言ってたけどね。うん、いやあとはテレビがでっかいな、これ。ちょっと座って見てみましょう。なんか僕アニメがね好きなんですけど、やってるかなあこれねこのわけのわからないアニメねこれちょっと絵がなんかファミク描いてる方の絵になんか似てる気がするんですよねよし、まあこんなとこですね、テレビは。立ち上がる、いやーほんと満足ですよ、ここの物件。ほんとにこの眺望もいいし高級だし。うん、であとね、専用のプールもあるんでね、ちょっとプール行ってみましょうか。プール、まあ行ってみましょうかって言っても外出て走っていかないとダメなんですけど、多分同じ敷地内にあるんで、うん、よし行ってみよう。ちょっと離れてるんですよね、プライベートプール。プライベートプール。Hello, blind asshole.
行き方合ってるのかな、他に行く道あるのかな、ちょっとわからないですけどね。ここから行くっていうね本当に住人かよっていうね。ここの階段登ってプールはもうすぐ、もうすぐプールや。ここここここの階段も登って、おし着いたプール。あれ、あ上か上ですね、上にあるんですよ。ここプライベートプール、ほら来た、プライベートプール。半分ね、影になって寒い寒そうですけど、いやー水きれい、水きれいな。ちょっと入ってみましょうか。ほい、おーおお、泳げる泳げる、ちゃんと泳げるね。すーごい綺麗。やばいやばい、死んじゃう自宅のプールで溺れ死んだら嫌ですよねあーいい気持ち。やっぱね、服のまま入るプールはね最高ですね。この綺麗な水の中、おいしょ、クロールだってできるよ、クロール。おら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 、どうだどうだって、何がどうかわからないよし、びっしゃびしゃちょっとね濡れてるんですよね、服がちゃんと。そういうところのね作りも細かいですね GTA は。うーん、ここは何だろう、ジャグジー、いやジャグジーもあるのこれ、すごいな。いやいやいや、え、なにこれプールなのこれ、お風呂、深すぎるやろお風呂やったらいや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 、ジャグジーもあるんでね、いいですよねここの物件、本当におすすめですよ。うん、いやそんなとこですね、僕の物件紹介は。いや、やっとね、アメリカンドリームをね、手にできそうな予感がしてきましたけど。うん。で、お金がもうないんで、ちょっとね、いろいろやって、お金もね、貯めていきたいと思います。ということで、今回は、僕の家紹介でした。はい。よかったらまた、見てください。ほな。